なおチャンネル。はい、皆さんこんにちは。なおチャンネルのなおです。さあ、今回ですね、逃走中企画でございます。逃走中の中ではですね、一番最初に確保されたもの、途中で確保されて復活してから逃走成功した方が何名もいらっしゃいます。なので今回はですね、一番最初途中で確保された逃走者が復活して逃走成功した逃走者です。紹介しております。イエーイ。めちゃめちゃタイトル長くね。いやでもね、これはね、やっぱね、運っていうものがありますよね。もう途中でね、捕まってそっから逃走成功する、これもまさしく実力のうちでございます。もう運が強すぎる。復活してから逃走成功するのはもちろんね、男性でもなく女性でもなく、どういうことだ、男性女性もう両方います。なので今から早速紹介してみましょう。まあね、この格好で紹介してもつまんないと思いますので、ハンター姿に変身しましょうか。ではそれでは早速変身してみましょう。噛んじゃったレッツゴー。では早速ね、お話していきたいと思います。はい、復活してからの逃走成功は計7名でございます。まず1人目は加納美香さん。加納美香さんすごいね。加納美香さんはですね、あの江戸編でね、第13回の江戸編で復活してからの逃走成功しました。まずもうこれがもう1人目ですね。逃走者の3チームがいて、で先に反対に捕まったチームが脱落っていうか、まあ次の、逃走中には進めないというミッションか通達がございまして、でそこで敗退してしまいました。でも復活しました。エリクワイナイナーさんがね、敗者復活のねミッションがあって、そこでルーレットに選ばれました。でそこで逃走成功しましたと、加納美香さんとエリクワイナイナーさんが賞金をもらいました。山分けでーす。続いて二人目でございます。二人目は東織子さんでございます。東織子さんはほんますごかったよ。信長と忍者の里編に出てたんですけども、もうだって一発目で捕まりましたからね。あの、ハイキングウォーキングの九太郎さんが、パーンってハンターの鎖を引いてしまって、それになると抜かされて一発目で捕まってしまったんですけど、わーおーって感じですよね。で、途中でもう全員確保されてしまって、チーム戦で敗者復活に復活しました。で、途中で半蔵さんの手助けで網鉄砲を獲得しました。で、最後のミッションもクリアしました。で、なんと、網鉄砲を使わないまま突然の、すごいよ、リコさん。次は3人目は篠原慎一さんでございます。篠原慎一さんはすごいよね。第19回の激動明治の大事変編でね、出ておりまして、篠原慎一さんもね、一発目で捕まっちゃったんですよ。最後のパーン投げたハンター放出されて、でバーンと捕まってしまったわけですよ。ゲームを一時中断しの敗者復活ゲームで篠原慎一さんが復活で、篠原慎一さんは残りもう何分だったっけな、もう多分40分か30何分くらいだったんでしょうね。もうミッションもやらずに逃走成功。最後にね、ハンターもうギリギリで見つかって、なんとか全部シストで逃走成功。それで4人目流す。4人目は岸本セシルさんでございますよ。もう久々の敗者復活してから逃走成功。岸本セシルさんはですね、第32回の新浦島殿の物語編に出ておりました。でね、もう最初序盤ら辺の方でミッションやってる途中に捕まってしまったんですけども、ゲームを一時中断して敗者復活戦で復活しました。最後はミッションも全員でやって、で、逃走成功しました。いやー、さすがモデルさんだ。うだっ、5人目です。5人目はなんとなんとなんと、真鍋かおりさんでございます。逃走中のベテランがようやく逃走成功。真鍋かおりさんはですね、第34回の奥様はかぐや姫編に出演しておりました。でね、真鍋かおりさんね、女性逃走者がね、動くとアラームが起動してしまうとね、そのミッションがあって、で、それを解除しないといけないんですよ、男性の方が。で、男性の方間に合わず、真鍋かおりさんが序盤で捕まってしまったと。本当に序盤ら辺で捕まるのは初めてですよね。で、なんと的場浩司さんが、真鍋かおりさんを復活と、この二人できてんじゃねえか？で、真鍋かおりさん復活してからのミッションも頑張り、で、なんと、ようやく、単発では6回目で、ジャンプ中クロノスアルセデルの9回目ですけども、逃走成功した山田香織さん、おめでとうございます。そして、6人目です。
6人目は杉村太蔵さんです。杉村太蔵さんの4回目の出場で逃走成功。杉村太蔵さんもね、今回はミッションやって、まあ、途中で捕まったんですよ。でも、復活をしましてね、復活カードを獲得したら、逃走成功する。まあ、なんかもうぐったぐったな。復活カードを獲得して、まあ、復活して、まあ、最後、ちょっと自首悩んで、もう自首電話ボックスまで来たんですよ。いや、やめてきますって言って。ミッションやって、最後ハンターに見つかって全力疾走逃げて逃走成功。もう、ほんと自首成功しなくて、自首成功ってなんだ。本当に自首成立しなくてよかったですね。で、最後は7人目です。7人目は、新庄剛志さんです。わーお。僕だって、もう最初の序盤らへんに新庄さんまさか捕まるとは思ってなかったんですよ。もう途中からのミッション、復活ゲームをね、数字を当てて、で、当てたら復活カードをゲットでき、そこで復活したという形なんですけども。で、最後はもうミッションせずに、もう大量ハンターから逃げ切って逃走成功。いや、もうビッグボス。以上、7名が復活してからの逃走成功を果たしました。おめでとうございます。本当に運と実力があって逃走成功が出てきてます。また出てほしいな。まさしく、復活してからの逃走成功は、運です。いや、もう、運が一番。復活するときっていうのは、本当に大抵は復活カードをゲットして、まあ、復活とか、ルーレットが回されて、自分のとこに当たって、また続けられるっていうのがありますから、実力もそうですけども、やっぱ運が一番ですよね。でね、今回のね、復活してからの逃走成功の逃走者を紹介っていうのは、視聴者からのリクエストでございます。リクエストさせていただきました。この他にもね、その逃走中以外にもですね、こういうのやってほしいっていうね、リクエストがちょっとたくさんありますので、どんどんやっていきたいなと思います。またこういうのやってほしいっていうのがありましたらね、ぜひぜひコメント欄にお待ちしております。どんどんやっちゃいたいと思います。ということで、今回ですね、復活してからの逃走成功した逃走者を話しました。最後までご覧になっていただきありがとうございます。以上のチャンネルのあとしたらまたいつかお会いしましょう。 See you! めちゃめちゃ噛みましたね今日は。皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録 SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you!